大変お待たせいたしました。後半の部を開催いたします。後半は第14回メディア芸術祭の各部門の審査員の方々に審査や受賞作品展の見どころについてお話を伺いたいと思います。アート部門からは京都造形芸術大学教授の後藤茂雄さん、エンターテイメント部門からはクリエイティブディレクターの内山浩司さん、アニメーション部門からはアニメ評論家の氷川雄介さん、漫画部門からは漫画家の斉藤千穂さんにお越しいただいています。コーディネーターは東京大学大学院教授の浜野康樹さんです。このトークライブの模様も引き続きインターネット上で生配信いたします。それでは早速ご登場いただきましょう。皆様大きな拍手でお迎えください。ゲストの皆さんどうぞ。はじめにですね、自己紹介を兼ねまして、皆様ご自身の活動やそれぞれの分野の、分野にどのように関わってこられたか、そういったことをお話しいただきたいと思うんですが、まずは後藤さんからお願いします。それでは、自己紹介させていただきます。私は京都造形芸大というところ の教授をやっております。それで専門は、コンテンポラリーアート、それからいわゆるアートプロデュースっていうものを担当しております。それで、関心領域としましては、その新しい芸術の動向ですね、価値観を使い、いわゆる才能っていうものの発掘っていうのは非常に興味がありまして、そのような審査員などもたくさんやっております。それから東京とか日本っていうものの、いわゆる芸術の動向とか地位っていうものに非常に興味があります。いわゆる最近はやっぱりアジアのアートっていうものも非常に注目されておりまして、で、東京にできることは何かということで、アートフェア の企画とか、いわゆるオーガナイザーみたいなものもやらせていただいております。ありがとうございます。では次にエンターテインメント部門審査員の内山浩司さん、お願いします。内山です。今日はよろしくお願いします。僕は基本の軸足は広告の世界にありまして、テレビ CM をはじめとして広告を作る仕事をなりわいとしておりますが、従来の広告だけではなく、10年ほど前から、10年以上前ですかね、ネットを中心にしたインタラクティブなコンテンツですとか、最近ではいわゆるプロダクトデザインとか空間デザインとか、そういうものをコンセプトメイキング、それからいわゆるエンターテインメントに関わるですね、ゲームの企画ですとか、そういうことも広く、広告に軸足を置くというんですね、エンターテインメント、人をドキドキワクワクさせるということだったら何でもやってみたいという心持ちで、クリエイティブの仕事をさせていただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。次にアニメ部門審査員の氷川雄介さん、お願いします。はい、アニメ評論家の氷川雄介です。仕事はですね、主にアニメーション関係、あと特撮も含みなんですが、文筆業という名称を持ってまして、ライターなんですけれども、主に DVD の解説書ですとか、あと雑誌の記事、あとウェブの記事等を、書いております。でその中にある程度評論の 分野がありますので、テレビとかですね、ラジオに出演するときはアニメ評論家ということで肩書を設定させていただいています。で自分 の立場としてはですね、私がちょうど5歳の時に鉄腕アトムがですね、テレビアニメが始まりまして、いわゆるテレビアニメがその、学年にもなる前、物心がついた頃に初めてそこからというような、テレビアニメ第一世代とかね、オタク第一世代というような言われ方をしている世代でございまして、でちょうど大学に入った1977年にアニメ雑誌ができるまだ前なんですが、宇宙戦艦ヤマト の劇場公開の時にですね、初めてそういうアニメ取り上げた雑誌で、ライターとしてデビューしたのでですね、そこから30年ぐらいになるんですけども、この10年ぐらいは全業でですね、いろんな最先端のアニメーションの、特に技術系に興味を持ちながら、最新の動向あるいは海外とどういうふうに
でこれから発展していくのかという意識をですね、分からせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして本日講一編の、はい、漫画部門審査員斉藤千穂さん、お願いします。あ、こんばんは、斉藤千穂と申します。小学館で、ほとんど30年前ぐらいにデビューいたしまして、それ以来あの少女漫画をずっと書いてまいりました。その漫画の他にも、まあ、小説の挿絵とか、あと少女革命ウテナというアニメで、一緒にスタッフと一緒に、アニメ作品を作ったりいたしました。現在も小学館を中心に、今はスケートものと歴史ものの漫画を描いております。審査員には去年から、今年で2年目になりますけれども、ここに参加させていただいています。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。そして引き続き後半も浜野教授にもご参加いただいております。よろしくお願いします。メディア芸術祭なんですが、今年で14回目を迎えまして、応募作品は年々増えてきております。2010年度は海外の48カ国地域から694作品応募いただき、応募総数が2645作品となりました。ここで各部門の審査員の方々に審査や受賞作品についてのお話を伺ってまいりたいと思います。まずは後藤委員からお伺いしたいんですが、アート部門は4部門中一番応募数が多いということで、1000を超える1011作品の応募があったと聞いております。この全ての作品に目を通すのは本当大変なことだったかと思うんですが、審査に関わられた感想をお願いします。そうですね、まあいわゆるアートというと、いわゆるペインティングですとか彫刻っていうのは、ね、やっぱり皆さんイメージがやっぱり今まで多いと思うんですけども、まあ、いわゆるアートの動きっていうものも、いわゆる70年代以降やっぱり大きな変化がずっとありまして、とりわけ、まあ、90年代以降は顕著だと思うんですけど、やっぱりメディアアートっていうものの領域っていうのは非常に注目されてるんですね。それで、まあ、海外からの応募数も今回非常に多かったですし、まあ、その何て言いますかね、その今までのコンテンポラリーアートの考え方からいろいろなんてパラダイムシフトしているところがあるんですね。それはどういうことかと言いますと、その観客をいかに巻き込んだ形でやるかっていうふうな、いわゆるインスタレーション系のその結局アートの中に、新しい結局メディアの方法ですね、音楽であるとかコンピューターであるとか、いわゆる、まあ、センサーみたいな、まあそういうものがやっぱり入ってきまして、まあ今までだとスタイルっていうことを中心にアートのことを考えてたものが、情報とかエネルギーとかマテリアルっていうふうな方法にどんどん何ていうかパラダイムシフトしていて、そういうタイプの新しい作品がたくさん出てきていて、レベルも高くなりましたし、だから今までだと新しいメディアを使っているからメディアアートっていう言い方のものが多かったのに対して、それがちゃんと消化されまして、ちゃんとアートとして本当に楽しめるようなものがあります。ですから今回選ばれている大賞のものなんかもそういうふうな作品です。はい。今回受賞された作品というのが、アート部門の大賞はサイクロイド E、 優秀賞は10番目の鑑賞点線面、ザ・アイライター、ナイトレス、ザ・メイン・イングレーの4作品、そして奨励賞はサクバスが受賞しております。まあ、新しいアートということでいろいろ審査でも大変だったこともあるかと思うんですが、まあ、評価された点、評価基準ですね、ですとか、まあ、見どころなどについてお話し少しいただけますか。はい。今回、まあ、なんていうか今話し合ったみたいですね、海外のアーティストの方が多いわけですね。それで例えばサイクロイド E なんかはですね、非常に大きな作品です。金属のなんていうかな、いわゆるモーターで動く、いわゆる円筒系がありましてね、ものから音が出たりします。それがいわゆる回転しながら、その結局音を上げながら動くものなんですね。まあなんていうか、それに代表されるように非常にスケール感とか、まあ、それからいわゆる圧倒的な感じなんですね。まあ、いわゆる、まあ、なんていうか、これからはやっぱり日本の人も頑張ってもらいたいんで、日本というとどうしてもやっぱりなんていうの、内向的な傾向がありまして、小さく工芸的にまとめるみたいなところが強いんですけども、やっぱり趨勢としてはやっぱりこうシンプルでコンセプトがはっきりしていて、
それ新しいテクノロジーを何か使いながら基本的に楽しめるっていう部分が非常に重要じゃないかなみたいな感じがしています。まあ、それから、今回あの他のあ、まあ、いわゆるあの作家の方もね、非常に面白いです。ですから、例えば Google とか新しい仕組みを使ったり、まあ、それからあのなんていうか磁石をうまく使ったもの、非常にまあそれをこううまく紹介してエンターテインメントをしているところというのは、あのこれはあの寺館にあの来ていただける方もびっくりすると思います。本当に面白いと思いますので、そういうのをなんか、まあ、楽しんでいただけたらなと思うと本当に思います。浜野教授はちなみにどのようにご覧になりましたか？私は運営員なんでね、あのそばで聞いてただけなんですが、一番印象的だったのはやっぱりそのモダンアートの冒険だったんですよね、長い間ね。 でそれがメインストリームにもうなってしまったって意見がね、何人もの方からあって、作品そのものでメディアアートだ何だって関係ないですね、アートとしての あるジャンルをねメインストリームとして形成したんだっていうのが出て聞いて、あすごいなと思ってね。それはいや私の役得で皆さんのね見識のある方の意見をずっと聞いて、ああそういうもんなんだと思って大変嬉しかったですね。どんどん成熟していってるということなんでしょうかね。そうですね。ですからあのやはりその海外のキュレーターといわゆるアートマーケットの2つの評価が必要なんですけども、結局両方のやっぱ方々がね、それからやっぱメディアとかね、特にあの2010年代にはいわゆるマーケットの方も注目してくる、まあ、それのおそらく変わり目になるあのなんかタイミングだなというふうに感じましたね。ありがとうございます、はい、では次にエンターテインメント部門についてお伺いしたいと思います。実は内山さんはもともとは、はい、応募者だった。今でも応募者ただ今回は審査員に回られていたということですよね。なのでぜひその感想をお聞かせください。はいはい、そうですね、まあ、あの僕も以前2回ほど優秀賞をいただいているんですけれども、今年というか去年から、僕はそのエンターテインメント部門の審査を、お手伝いさせていただきますが、この部門ってすごく難しい部門で、まあ、いくつかの後藤先生のやられたアートとかに比べて、まずそのマネタイズが前提というか、要するに広告だったりとかミュージックビデオだったりとか、つまり何かそのマーケティングに物を売るためにの手段として、作る表現っていうところがやっぱり純粋にそのなんていうんですかね、いわゆるこうアートとしての表現というところとちょっと別の軸が入っていく、そこのどこを評価したらいいのかっていう部分と、まあ、エンターテインメント部門と言いつつ、まあ、本当はあのアニメーションも漫画もエンターテインメントだと思うんですが、この部門はいわゆる広告とミュージックビデオをはじめとした映像作品と、それからゲームですね、いわゆるコンシューマーゲーム、それからいわゆるその、いわゆるデバイスものというかおもちゃみたいなものを全部一緒くたに評価しなきゃいけないということで、これはこれで15秒のテレビコマーシャルとですね、ファイナルファンタジーとか、なんつうのそういうクリアするのにね何日もかかるようなゲームを一緒に審査できるのかっていうようなジレンマが、まあ、正直審査員の中にあります。はい、その中で選ばれたのがエンターテインメント部門大賞は IS パレード、優秀賞は無限界回廊光と影の箱、歩くアラウンドサカナクション、夏を待っていました雨ざらし、旅をスライドショーの4作品、そして奨励賞は iPad マジックということだったんですが、難しかったと思うんですが、審査基準ですとか、そうですね、評価された点、見どころなどをお聞かせください。そうですね、結果的に選ばれた作品を見ると、まあ、審査員の皆さんがそれぞれの評価視点で選んだということで、別に示し合わせたということではないんですが、僕的に結果を見るとですね、そのエンターテインメント部門でそのマネタイズをしなきゃいけないというか、その、まあ、なんか産業としてお金に結びつけなきゃいけないと言いつつ、やはりこれはメディア芸術祭の中でのエンターテインメント部門というところなんで、やっぱりそういう視点をそれぞれに持って選ばれた結果だと思うんですね。でどういうことかと申しますと、まあ、僕はこれは僕の個人的な意見なんですが、アートというのは、まあ、本来やはりその広告も一種のアートだという考え方もありますけれども、
やっぱりその中にですね、やっぱり未来をある程度予見するというか、予感させる。要するにある種、まあ、これが一つの、まあ、あのメディア芸術のコミュニケーションの一つの手段だとすると、やっぱコミュニケーションの未来を予感させるものが、やっぱアートの大きな一つの役割としてあるべきで、そういう視点で、結果的にこの選ばれた作品を見ると、やはりミュージックビデオでもゲームでも、広告でもそうなんですけど、それぞれのジャンルで、それぞれの未来を予感させる要素が、多分に含まれているものが結果的に選ばれたと思います。ですから、対象に選ばれたアイエスパレード、これもこれからの、なんですかね、インターネットを使った、まあ、そのマーケティングのあり方とかをものすごく先取りして、もしかしたらやっぱりこういう今、まあ、広告業界でいうとブランデッドソーシャルメディアとかっていう言葉があったりするんですけれども、ソーシャルなネットワークをどれだけやはりマーケティングに結びついていくかっていうことをいち早く表現に、素晴らしい表現に結びつけた作品だと思いますし、ミュージックビデオも、2つ選ばれてますよね。アルクラ・アラウンドとかそうなっていまして、この、2人のフレッシュな作家の作品もですね、今までのやはり映像作家の枠を超えたなんか新しい表現の可能性を強く感じさせるものでしたし、それからゲームで選ばれている無限回路も、これもまあ、これはプレイステーションの、ムーブという新しいその、機能を使ったゲームなんですけれども、まあ、最近そういう任天堂からも、ね、そういうものが出てますし、Xbox のキネクトって出てるんですけども、そういう、ただのコントローラーを指先だけで使うだけではない新しいやはりゲームの可能性を感じさせるというようなことが、やはり結果的にこう評価されたんじゃないかと思いますし、それからもう一つの、タビオスライドショーという、ウェブ上の、まあ、広告というか、これは実はショッピングサイトなんですけども、その単なる、いわゆるこう、楽天とかアマゾンとかっていうショッピングサイトじゃなくて、その買う過程そのものをエンターテイメント、すごく上質なエンターテイメントに仕立ててるという、まさにそのマーケティング自体を楽しさせる、今までの広告にはない新しい可能性を示した、ここはやはり結果的に僕は、本当に示しやすいわけじゃないんですけども、審査員の総意だったんじゃないかなというふうに思いました。なるほど、はい、先ほど浜野教授もうんうんうんと、かなり強くうなずいていらっしゃいましたけれども、どのようにご覧になりましたか。まあ、この部門って本当にかわいそうでね、もう多様なジャンルがあるんですが、まあ、でも大体作品コマーシャルとかプロモーションビデオとかミュージックビデオとかね、まあ、やっぱり商用っていうかマーケットと一番近いところにあるんですね。でもその中で非常に面白い例があって、無限回路っていうのは実は学生の時に出してきて、でそれで賞を取って、それをあるゲームメーカーに見て、それでお金を出してまたチューンアップしてチューンアップしてっていうんで優秀賞を取られたっていうのは、実はこれメディア芸術祭からできた作品なんですね。賞用として、最初は学生のただ、まあ、ただって言ったら怒られない卒業作品だったんですよ。それと大変まあ、後藤先生の分野もものすごく革新的な作品が多いんだけど、実はね、商用のコマーシャルとかミュージックビデオがとんでもない新しい試みをね、やってるっていうのを、これぜひあさってからの展示を見ていただくと分かるんだけど、本当に最先端の技術がさらっと使われててね。そうです ね面白いんだよね、うん、僕は実はこれはメディア芸術祭の今までの歴史の一つのやっぱり僕は効果が表れてると思うんですね。でまあ、変な話ですけど、あんまり自慢話みたいなの嫌なんですけど僕も第1回目にそういうので受賞させていただいて、そこからメディア芸術祭に関わらせていただいて、僕はもともと広告の人間だったわけで、そこからやはりそのインスタレーションだったりとかアートっていうのにどんどん興味が湧いてきて、でそれはやっぱり少なからずすごく影響してるわけです。で僕だけじゃなくて僕の周りの今クリエイターの人たちを見ると、すごくそのエンターテインメントと広告とアートっていうのがすごく近しくなっている。で実際このアイエスパレードを、企画した千保健介さんっていうのはメディアアートの世界でもアラスでも賞を受賞していて、すごく有名な方ですし、僕も以前仕事をしたことがあります。で要するに僕らの日常の広告の仕事の中でも、アーティストといわゆる広告業界の人たちの役じゃなくて、アーティストだったり建築家だったり、それからもしかしたらその漫画家さんのような、その本当にエンターテインメントをね世界やっている人たちと一緒にこう作っていくっていうことが、どん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 
当たり前になっていく。これは僕はあのメディア芸術祭がね果たしてきたその垣根が今まであったものを崩していくっていうすごく大きな効果だったんじゃないかというふうに思います。なんかどんどん新しい世界が生まれてるという感じがしますね。では次にアニメーション部門の、受賞作品を、あ、そうですね、あの先にではご紹介させていただきます。アニメーション部門の大賞は四畳半神話体系、優秀賞はカラフル、マイマイシンコと千年の魔法、芙美子の告白、わからない豚の4作品、そして奨励賞はザ・ワンダーホスピタルでした。関わっていらっしゃった、はい、ご感想ですね。そうですね、はい、あの私は今年からあの審査に加わらせていただいて、であの私以外の、まあ、4名の方はですね、皆さん実作者、実際にアニメを作られる、まあ、なしはあの実写映画を、ね、捉える方なので、まあ、クリエイターの方と私が観客代表みたいな形で、5人で審査をさせていただいたんですが、もともと公表にも書かせていただいたんですが、あの今年の審査ということで非常に考えちゃったのは、もともと商業アニメーションでね、まあ、仕事柄いっぱい見てるんで、結構あの成熟っていうか、アニメーションのね、表現がどんどん高まってきて、内容的にも、まあ、表現的にも、ある種の成熟を迎えている時期で、すごく気になる作品がいっぱいあった年だったんで、これは難航するなと思ってですね、まあ、後の、非常に審査の激論となってですね、後で伺ったところによると、史上最長の、議論を、したというですね、そういうふうな結果になりました。まあ、あの結果に関しては非常に納得づくで、納得してるんですけども、でちょっと話が前後しましたけども、アニメーション部門に応募される作品はですね、今申し上げたような商業作品の劇場の長編とですね、それからテレビで流れているテレビアニメーションと呼ばれているものと、あと OVA と略称で呼ばれているオリジナルビデオアニメーション、まあ、こういった商業作品とですね、その他に少女とは関係なく自主的に作られている作品、それから海外からもですね、それぞれのジャンルにですね、応募がありますので、それから実作品の中も短編が多いんですけども、決して短編だけではなくて、1時間という長編もあると、こういうようないろんなバリエーション豊かな作品の中から選ばせていただいています。その多くある作品の中からどういった基準で評価されたんですか？はい、そうですね、やっぱり独創性、やっぱりメディア芸術祭という名前がついていますので、アニメーション自身は、新しいジャンルムービーではあるんですけれども、そこの中から何か一歩新しいものをですね、試行していたり、踏み出していたり、あるいは考え方であったり、技術的なことであったり、そういったものに何か一つ、やっぱり一つ以上、ね、新規性があるものということはですね、意識していました。もし見どころがあればぜひ教えていただきたいんですが。そうですね、特に少女作品のですね、この3作品は確か2月の13日に最終日に新興住民がですね、それぞれ岩沢監督と原敬一監督と片渕直監督の3人の監督の新興住民がある少女長編とこの3本の、そういう特徴があるんですけれども、この3本はですね、割と3本揃うと今の日本の最先端のあるアニメーションの一面が分かるようなところが、見えると思うんですよ。非常にそれぞれ個性的でもあり、あるいはそれぞれ日本の実景を使っている四畳半神話体系は京都ですし、カラフルは東京の二子玉川、それからマイマイシンコは山口県の防府市というですね、そういった実際の風景にロケーション半径になるとしまして、ロケハン写真を撮ってきて、ただしそれをアニメーションにするときに、それぞれの監督によって個性も違うし、どうしてそういうふうにしているかということが、その作品の内容とも深く関わっているみたいな、そういうある種同じスタートライン、同じ手法に立っていても全然違う表現があるみたいなね、そういったところが見えてくるところがすごく面白いと思いますし、またその特徴でもそういったあたりを浮き彫りになるような話ができたらなと思っていますので、はい。楽しみにしております、はい、そして最後に漫画部門の、受賞作品をご紹介いたします。大賞がヒストリエ、優秀賞は孤高の人、風雲児たち幕末編、僕らのレッドの4作品、そして奨励賞はうちの妻ってどうでしょうが受賞しました。斉藤さん、審査基準ですとか見どころ、そういったところをお話をお願いいたします。はい、ですね、まず
全部で何作品応募があったのかちょっと今失念しちゃったんですけれども、まあ多分200とか300ぐらいあったんですね。でその中からまあ審査員たちが、これは読みたいというような形で、まあ、点数をリクエストしてつけていきまして、でその中からまた最後は20ちょっとぐらい450が20何本かなんかに絞られまして、まあ、その時審査員の先生方で評論活動していらっしゃる先生が2人いらっしゃるので、かなりその先生方にお力を借りて絞り込んでいきまして、でその24作品全部で100冊ちょっとあったんですけれども、それを審査員が読んで審査会に挑むという形でした。で今年のかなりそのメディア芸術祭の、選出で残ってくる作品っていうのはかなりなんていうか雑誌社でなんていうか主催しているようなものとかなり違いますので、いろいろな部門からいろんな漫画が上がってくるんですけれども、それでもやはり去年と比べてなんですけれども、今年は非常に水準が高くてかなり選ぶのに難航しました。でしかもその今年の何か傾向みたいなものがありまして、で一つはヒストリエが対象だったんですけれども、その歴史ものがとても多く、またそれから SF ものも しかもちょっと近未来的なかなりダークな SF ものが多く、またそれからもう一つは今までだとあんまりこう取り上げられなかったような日本的なその柔道とか書道であるとか割と地味めな山岳ものの優秀賞になった孤高の人もそうなんですけれども、そういう地味な題材のものを非常に綿密な取材で描き切るというものが多くて、そこはとてもその読んでて感心したり、あこんなことあるんだみたいなものがちょっとプロの目から見てもすごいなすごいなみたいな感じで、その辺のその3点が非常に今年は顕著に特徴として上がってきました。で対象のその ヒストリエの岩明さんの作品なんですけれども、これは比較的審査員がみんなこれがベストでしょうっていうふうに最初にまず上がってきた作品で、まあほとんどあまり論争もなくヒストリエがもう対象みたいな感じになっちゃったんですけれども、それはやはりその、岩城さんの持ってる個性なんだと思いますけれども、なんかすごく先の読めない展開で誰が次に死ぬのかわからないヒヤヒヤするような演出力と、そこにその歴史ものであるがゆえの非常にスケールの大きなこうなんていうかこうスケール感と、あとその綿密なちょっとこれ古代のアレキサンダー大王の時代なんですけれども、あまりこう馴染みのない時代なんですけど、その時代の武器であるとか戦い方であるとか、その歴史をなんていうかこうなんていうんですかその主人公が歴史をこうなんていうの書き残していく役目の人なんですよね。でそのためにその歴史をどういうふうにその、料理するかっていうか、なんかこう非常になんていうんですかね書き残されたものだけがその歴史として残っていくっていう視点がありまして、そこが非常にユニークで面白い作品になってました。でそのヒストリエと対象を競ったのは実は風雲児たちだったんですけれども、風雲児たちは源先生が非常にも分かりやすく、しかもシンプルで力強いはっきりとしたそれぞれの歴史的な人物の個性を
ポン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 とこう投げ出してくる様が非常に小気味よくて、あの幕末が舞台なのでとても分かりにくい歴史なんですけれども、それをあのすごくうまくベテランらしく料理してくださって、でこれを押す審査員もものすごく強く押す審査員もいて、結構ちょっと論争したんですけれども、やっぱり対象はヒストリエかなということで結論がつきました。はい、全体としてはどのような感想を持たれましたか？やはり非常に年々成熟し、漫画文化っていうものが非常に成熟してきていて、今までだと、やっぱ派手な題材であったり、みんなによく知られている題材を分かりやすく、ものすごく漫画なりの表現力っていうか、オーバーとも言えるような感情表現や演出力でバンバン押していくものが多かったんですけれども、今年 の、 受賞作品なんかは割とその辺が控えめなんですけれども、ものすごく演出力 なんかがすごく傑出していまして、大人が読んで面白いものがかなり集まってしまったので、子どもさんにはどうかなとは思うんですけれども、審査員としてはとても面白い審査となりました。そうですか。かなりこの作家の方ですとか、そういった方の味付け料理の仕方がすごく面白かったということなんでしょうか？そうですね、はい、とても毎回審査に加わるたびに面白くって勉強になるので、私も頑張らなくてはと思う審査です。ありがとうございます。浜野教授はこの、先ほども前半で割とアニメーションですとか漫画というお話には触れていただきましたけれども、この部門に関してはどのようにご覧になられましたか？漫画に関しては、先生方のご意見というのは、少年漫画少女漫画がねなかなか上がってこない、どうしてかなっていうね議論があって、それとこれねすごく面白いことがあってですね、みんな終わっていない連載なんですよね、ヒストリアとか。じゃあそれに賞をあげていいのかって議論がいつもあるんですよ。でもちろんずっと前の、バカボンドも取られましたけど、まだまだついてるわけですよね。それで終わるまで待とうとかね、審査員の方々もアニメーションもそうなんですが、実は最後アニメーションだってものすごい長いのがありますよね。で全部見ようとかって話にもなって、だって漫画なんて100巻とかね、そういうの全部見んのって、その時に、私がお願いしたのは、賞を上げ損なうことだけやめていただきたいと。今いいんだったら上げて、だってゴッドファーザーだって1と2グラム、アカデミー賞2回も取ってるわけですよね、作品賞をね。だからまた、いやそれは審査員の意見で決めるわけだけど、また取ったっていいじゃないっていうことで、ただそういうこと多いんですよ。もうちょっと待とう、いいけどもうちょっと待とうぜとか言ってね、終わるまで待とう、いつ終わるのって10年後なの20年後なのっていう漫画だってあるわけですから、そこが先生方、漫画特に漫画の先生方のすごく判断がね迷うところで、でも対象はですね、まだ連載どうなるか分かんないんだけどいやそれはすごく決意していただいて挙げられたことは、私自身はすごく良かったと思うんですね、はい。ちなみにアニメーション部門はどのようにご覧になられましたか？アニメーションは本当にちょっと付き合っててもうやめないかなってぐらい議論が、堂々巡りで決まりかけたんです。ひっくり返った瞬間がすごいドラマチックなことがあったりしてるんで、いやいや、でも非常に充実した議論だと思います。それぐらいすごく押される先生が強い思いを持ってね、これが今年を代表するで、もう一回じゃあ挙手しましょうって言ったら、この願いってたりするから今言ってたら2人願いればいいです、2人願いればいいです。でもそれぐらいですから、単純集計では決めてないってことなんです。議論して議論して決めてるっていうことをね、ご理解いただければと思います。それで先生方にちょっと私個人的にお聞きしたいのがあって、審査に関わられてね、これは私が紳士協定として
運営委員になった時に、まあ、文化庁にお願いしてできるだけ風通しを良くするために、まあ、3年ということで入れ替えてで、まあ、悪口言う人もね、まあ、やっぱりいるわけです。いろんなもんだからね、賞ですから。それでできるだけ多くの方々に参加して審査過程を見ていただいてということで、まあ、後藤先生がもう一番今長いんですけれども、その審査過程とかそのメルゲス祭の審査そのものの印象もぜひその批判も含めてね、改善部分も含めてあのこういうオープンの場でちょっとお聞きしておきたいと思ってます。まず後藤さんからお伺いしましょうか。そうですね、まあまあ、いわゆるアート部門はね、いわゆる点数が多いんですけど、本当はなんともっと多くしたいと思ってます。それはどういうことかと言いますと、アートコンテンツっていうのはやっぱりそのなんていうか世界に対して発信していく大きなやっぱフォアだと思ってるんですね。ですから、でもそのいわゆる結局メディア芸術祭というのは一般に公募してただ応募があって選んでるように思われるかもしれないですけど、実際は応募しなよっていう働きかけも実はかなりやってるんですね。でそういうみたいななんかいわゆる目に見えない苦労みたいなところっていうのがですね、ようやく最近になって少しずつ実ってきて、それで口コミでやっぱりその応募した方がいいんじゃないのみたいなことが出てきたっていうのは非常にいいことじゃないかなと思ってるんですね。ですからそのなんかいわゆる国が主導してやっていて税金を使ってそれでなんかこういわゆる、うん、ただ格付けをそのいわゆる国家としてやってるだけみたいにそう思われたら随分損だなっていう感じがします。まあ、ですからそのいろんな工夫をして刺激をしていって世界にそのいろんな才能を出していろんなコンテンツを出していくというような動きなんだということを本当にオープンに議論してやると。おまけに審査が面白いんですよ、実際。だから審査員に響けてると思いますね。どうもないですか。いやいや、ありますけどね。いや、僕だから交代するのはすごくいいと思っていて。そうです、いろいろ、ね、やっていただいてもいい。で逆に僕はなんかサロン化すると危険だと思うので、やはり定期的にこうこのメディア技術にかかる人間がやっぱり問題意識を持って触れていくというのはすごいいいことですね。あと、そうやってね、特にお二人と関係があるんですが、まあ一番メディア技術で言われるのはなぜ公募制なんだ、いい作品って分かってんだから、ね、目利きなんだからそれでやればクオリティ高いものがすぐ選べるじゃないかっていうんですが、まあこの前の議論で言ったんですが、これ人材育成っていうこともあってやっぱりうずもれてるものをね掘り出したっていう10年以上の業績ってすごくあるんですね。あ、こんなものが世界の隅っこにあったのかとかね、知らない国から応募があってそれがグランプリとか大賞取ったりね、大臣賞取られたりして、それで内山さんだったり CM のやつだって見てるはずなのに、今回もね初めてあ、こんな素晴らしい CM が広告があるのかっていうんで、それであってその公募制とその応募、あ、公募制と推薦制っていうのかな、そういうのも含めてちょっとどうですか。そうですね、だからそのまあ基本的にね、なんていうか意思格闘技っていうものがやっぱりそれぞれの分野のレベルを上げていくような時代になってるっていうことだと思います。それでいわゆるメディア技術祭というのはあれです、あれで内山にもおっしゃいましたけども、やっぱ横断的にいろんなジャンルをその比較回しながらやってますよね。そうですね。でいわゆる年齢もある、まあ、例えば芸大を卒業したぐらいの人も応募してくるし、プロでやってお金本当取ってる人もいるし、もう本当ミリオン売ってる人もいる。それが一緒になりながらそのお互い成長させていくっていうふうな、っていうところが涙のところ思いますけどね。僕なんていうんですかね、参考にするぐらいがいいと思うんですけども、例えば審査員が、なんていうんですか、推薦して、エントリーもしてないけれども、審査員が推薦して、それを評価するというのは、基本的には反対ですね。で、その方が、やはり、これに応募してくる人たちの意欲みたいなところも、僕はきちんと評価すべきだと思いますし、まあ、その一方でね、僕はだから、なるべくやっぱりこれはやっぱり国がやることでもありますし、なるべく公正でサロン化しないで、常に新しい才能を発掘するというそういう目的でやった方がいいと思うんですけど、ただその一方でやはりそれ自体が良くも悪くもやっぱり商業的に利用されるってことはこれは致し方ないことだと思うんです、結果としてね。
で、それはただ面白いよね、その例えば推薦されたプロの人目の前で落ちちゃったりする。いや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 、であるからこそね、であるからこそ僕はあの推薦の自分で出す人の意思というか出品する人の意思を僕は重視すべきだというふうに思うんですよね。私も参加するまでですね、広報であるってことをそのものに実は知らなくてですね、あ、そういうふうになってるんですかっていうんで、あの、ま、実際にはですね、あの一応あの、全然推薦とかしてないじゃなくて、これはやっぱ審査の対象になるんじゃないかっていうのが他の意見を主催から求められて、こちらから応募されたらどうですかっていう働きかけもしてるし、あと確かあのホームページでもですね、あの一応国民の皆さんから推薦してほしい作品をって募ってるので 100% の応募立てっていうわけでもないんですよね。そこまでやっている力関係の中で、まあ、こういったものが決まるっていうことであるので、まあ、とりあえずはあの現地としてはその候補としては非常に納得してるんですよね。あと、まあ、あと3年という期間に関してはですね、一応アニメーションの場合は特に顕著なんですけれども、まあ、ちょうどこの芸術祭が始まった97年あたりからパソコンがものすごい勢いで高発達を遂げまして、で、まあ、それも恩恵を受けてアニメもどんどんデジタル化していって、そのデジタルの表現がまたアニメ の表現の強度を上げているわけなんですけど、ということは無我の法則というですね、3年ぐらいであのだいたいトランジスタがこう倍になる、まあ、技術革新的なことも起きるっていうふうなサイクルに縛られていて、実際その表現とか内容も3年単位ぐらいでアニメーション自身の革新が起きているような気がしますので、まあ、ちょうどいいぐらいじゃないかと思ってます。斉藤さんはどのように？そうですね。これまあ内輪の話ですが、非常に審査する時間が短いのがメディア芸術祭の特徴なんですけれども、その短期間のうちにもう大量の作品を読む中で、まあ、なんかこう一種トランス状態に陥りながら審査員たちがこう審査に突入していくような感じが非常に面白くて、まあ、普段私はめったにお会いできないような大先生が、他の今回は永井豪先生とか川口海一先生とか目の前にいらっしゃって、少女漫画も少年漫画も青年漫画も全部ごったにして、その中でこう自由に自分の好みをもう前面に押し出して絶対これは嫌いだから絶対押したくないとか、そういうようなことまで入りながら、それでもなんかこう意見を戦わせていくうちに、なんとなくこう一つのものにまとまっていくっていうのが非常に面白くて、今回もちょっと優秀賞が4作選ぶのが非常に大変で、実は審査員がみんな好きだった俺の猫にゃんっていう作品があったんですけども、それどうしてもみんな落としたくないとか思っちゃうんですけど、審査員の一人が、いやちょっと待ちなさい、唐沢さんにはもっとすごい傑作があるんだから、俺の猫にゃんがそんなすごい傑作としていいんですかみたいなことを言われて、みんなハッと気がついて、あ、そうだったと思って我に返ってそういうようなこともありまして、とても有意義なというかちょっと面白い審査の模様になります。はい、そういうことを言うとね、ちょっと乱暴な意見のちょいちょいなんですけど、例えば海外の広告のショーっていうか、まあ、カンヌフェスティバルとかワンショーとかありますけど、大体1週間とか長い場合は少なくとも3日4日みんな泊まりがけでやるんですよ。で、まあ、皆さんお忙しいのは承知なんですけど、実はその広告祭もいわゆるもうメガエージェンシーの役員クラスのね、チーフクリエイティブディレクターとかが来て、やっぱり3日4日泊まり込んでやるわけですね、ガンガン議論して。だから僕はそういうことがあってももしかしたらいいんじゃないかなっていう気がします。それだけやっぱり皆さん集めるのは大変でしょうけどね。まあおっしゃる通りで、実は先生方の規制的な努力で行われてるわけですね。で、文化庁が払うギャラなんてもうね、もう先生方のが来て帰りがけにご飯食べたらないぐらいの ものなんですよ。いや、税金ですから血税ですから。それでただね、思うのは、いや先生方に悪いんだけど、私願いがあって、まあ、ある
日本で有名な、まあいいや、東京国際映画祭があってね。あ、そうなんだ。まあいいや、某あって、15周年記念だから、スピルバーグを審査委員長に呼んでほしいって言われたんですよ。で、まあ僕は彼のね、まあ、黒沢明を通じてよく知ってたから、マネージャーに、やってくれませんか、お願いですからって時に、マネージャーのマーヴィン・レヴィっていうのがね、こう言ったんですよね。何回目のイベントだって言うから、いや、15周年記念でって言ったら、ね、安木ね、つって、イベント、ショーっていうのは50回目から味が出るんだっていうね。アカデミー賞だって、50回前のダスティ・ホフマンは賞もらう時だって悪口言ったりね、受けないってマーロン・ブランド断ったりとか、もう誰もあれがいいとか悪いとかってこんなんだってね、もうトラブルだって。で今80回近くなるとみんな喜んでね、プレゼンターまでやってるわけ、ダスティ・ホフマンね。だから賞って50回続けて初めて社会的意義と味が出るんだって。50回だったら呼べって、死んでるじゃんっていう、まあ、僕だって来てないんですね。いや、それでそのスタイルを実は先生、まあ、僕は言わないけど今作っていただいてると思ってるんだね。だから今おっしゃった通り、将来はそうしなきゃいけないし、そうなると思って信じてるわけね。必ず社会的意義があればみんなで集中してね、まあ、アカデミー賞も足切りして5人の匿名の人が最後決めるんだけど、まあ、そういうふうになると思ってるんで、ちょっと諦めていただいて。あ、そう、ちょっと一つ質問があるんですけど、審査員推薦賞ってあるじゃないですか、あれってちょっと僕調べたんですか、途中からアニメーションの場合にできてきてるんですか、途中からできたんですか。ですから最初は応募の数も少ないし、ええ、まあメディアゲッサーの展示会、最初2000人しか来なかったね、初年度はね。アカデミー賞なんてもっとひどいんですよ、1回目ね、数分で終わったんですかね。まあ、そんなもんなんですけれども、それでどんどん増えてきたときに、やっぱし5本とか6本でしょ、でそれはいくらなんでもあれだっていうんで、まあ、税金を使わなくても作品の名前が残る制度を作ろうっていうんで、審査員の先生のご提案があって、少なくとも名前だけは審査員が全員いい、まあ、全員というかいいって言ったんだから、その作品名だけは載せようって決めたんですよ。あ、まあ、あの枠はあるおかげで随分救われたと思ってて、特にそこの議論についてはバランスが取れるようにっていうのは、まあ、私的には苦労してこういうところでお願いしますとかって言ったりしたんですけど、あと他編とかは、ね、そうしないと本当にこぼれてるものが私はただお願いとか願いしかないんだけど、決めたこと一つしかないんですよ、私ね。それは私が審査委員長、全体の審査委員長って昔いたの、4部門のね。で、私審査委員長になった時に審査委員長の権限で審査委員長をなくしたの、部門の長だけにしたんですよ。だってあんな偉い、こう尊敬する方々がいて全体に対して重しがあるっておかしいから、それをなくそうって言うんで、私の権限で審査委員長制度をなくしたんですよね。それで全部審査委員で決めてほしいってことに、それで実名にして、その代わり全ての権限は差し上げるっていうことにして、フェアにしようと。それで先生方にスタイルを作っていただいて、だから今はまだ申し訳ないんだけど経過中だと思っていただいてですね、将来はあの人たちがいたからって言われるからね、いや、からかどうかわかんないけど、まあそういうのが願いなんですよ。なぜ50回までやろうというのが私の強い願い。そうですね、まあ、海外国内外問わずいろいろな賞とかそういったものがあると思うんですが、この模様をご覧になっている方からの質問というのがありますので、いくつか紹介させていただきたいと思います。これはアート部門宛てに来た質問ですね、はい、ご紹介いたします。芸術作品にはさまざまな展覧会があると思います。今回メディア芸術祭ということで特に重視した審査の観点はどんなところでしょうか。そうですね、だからその、まあ、今なんか単語の中にですね、展覧会っていうのがありましたね。で、展覧会でまあ大体壁にかけてあったり床 の上に置いてあったりが普通に美術館を使っていたりっていうのがあります。でも実際のアートっていうのはどんどんはみ出ていってるわけで、街の中にもはみ出ていったりとか普通のスペースですよね、っていうふうになってるわけです。まあ、ですからその何ていうかな、いわゆる芸術っていうそのクリエーションが現実をいかに審判していく力があるかっていうことが一つのやっぱり見どころだなと僕はすごい思ってるんですね。で、僕は
そのなんか審査をやるときに、その、まあ、あんまり人前では言わないんですけど、いつも思っていることがありましてね、まあ、それはなんか野心的かどうかということです。でいわゆる野心的っていうのは、まだあの価値が定まっていない分野があるわけです。ですから、あのまあ、なんていう浜田先生がおっしゃいましたけど、つまり、まあ、多分漫画の場合でも完結してないのに、表を、いわゆる賞を与えていいのかという問題があって、芸術の場合っていうのは、つまり生きてる間は本当は答えが出てないんですよね。問いの連続で作家は作ってるわけですから、そういうものなんですね。だから、その、なんていうかな、いわゆる、まあ、予言的なあの要素って、ジャーマンさんがおっしゃいましたけど、本当にそういう、その、部分をいかに評価できるかっていうことがすごいあります。だから、その、今回、その、なんていうかな、展覧会場っていうね、小さなっていう枠に収まらないので、ね、野心的なものがたくさん出てます。ですから、もう、なんていうかな、で、まあ、まあ、人間っていうのはですね、まあ、なかなかこうほっとくとあのそういう保守的になるんですよ。現実はこんなもんだとかって言ってでも実際はいわゆるアートの分野っていうのはその常識というかいわゆる保守的な世界観を打ち破っていくっていうものなんで、こういうものもあるのかっていう問いですよね。それが答えじゃなく一つの問いだ、野心的な問いだというふうに思って、僕はやっぱ見ていただきたいなっていうことですか。だからいわゆる問いの歴史がね作ってて50回になったらね、これはすごいですよ。で、ね、まあ最後ちょっとだけね言うとね、はい、僕はまあ思ってることが、まあ、その質問とも絡みあるんだけど、今ほらなんか日本ってちょっと元気ないじゃないですか。中国にそれ GDP に変えたりとかいう話すぐなっちゃってすぐしょぼんじゃん。でも実際はあのね、今日話聞いてて思ったんですけど、それぞれの国はそれぞれのやっぱクリエイティブの手柄があるわけですよ。それは一朝一夕ではできなかったものすべて。アニメーションもそうだと思うんです。漫画もそうです。これはやっぱりいわゆる表層的に見えるかもしれない。歴史が広告もそうですよ。あ、そうですね。やっぱりその凄みっていうものがジャンルを超えて一つの展覧会っていうような形式で呼んでるけど、そこになだれ込んで戦い合ってるっていうスペクタクルなんですよ。で、まあそういうものを見てもらったらいいかなみたいな感じをしますね。はい、さっきあの前段のお話でね、長官さんのお話されてる。でその日本のメディア文化をどうしていくっていうお話されてましたけど、もうあれ僕一番最初の話聞いていて、僕が思ったのはやっぱりあのこれ経済もあの経済っていうのは結局あの結果であって、それを支えてるあの技術だったり製品だったりこういうカルチャーだったりってあるわけじゃないですか。やっぱり日本のこれからの生き方って結局全ての分野で最先端を行くしかないと思うんですよ。要するにで結局情報も技術も全てこのネット社会においては時間が経ってばすぐコモディティ化してしまうので、これを表現に関してもすぐコモディティ化されると思うんですね。日本がどんな新しいクリエーションを作っているのかすぐ真似されるんですよ、正直なところ。で、著作権があんまり効かない国もあったりするわけだし、ってことは日本ってやっぱり常に最先端を走り続けるしかないと思うんですね。このメディアアートっていうのとかカルチャーとか文化の世界で、そこをやっぱりぜひね、あのメディア技術祭が、まあ、一つのこうリーダーシップを取って最先端をどんどんやっぱ評価していくということをしていただきたい感じがありますよね。実はあのメールでこんな質問も来ているんですね。こちらはアニメと漫画部門に関してなんですが、外国でもアニメ漫画の人気が高まっていると聞きます。海外からの作品と日本の作品を比べてどう思いますかという質問なんですが、はい、じゃあ私の方からですけど、アニメーションの場合はですね、あの非常に顕著なことが一つあってですね、やはり海外の作品だとですね、CG を使った作品が割と比重が多くなっています。あの国内ではあの少女アニメが多いということもあって、フル CG というのはそんなに比重が多くないんですけれども、それと、あの国会ですとですね、奨励賞を取りましたあのワンダーホステル、ホスピタルはあのアメリカの作品ですけど、あの韓国のシムさんという、まあ、あの韓国の方が作られた、作品でですね、でこれはそのCG じゃないとできないような、CG って幾何学計算なんで、その光の像っていうのを使って、ある整形手術を受けた人がありえない形に変形するって、まあ、ちょっとこれ見ていただくと説明難しいんで、ぜひ展示の方に見ていただきたいんですけど、まあ、そういう斬新性もあるものもありますし、手書きを使ってもデジタルを使ってまたいろんな加工していくみたいなことは、まあ、日本でもやってるけども、海外の方もいろんなアイデアがあるので、そこが一つ大きく差がありましたね。あとね、海外の方はゲーム文化に割と日本が持っている以上に影響を受けたアニメーション作品が多くてですね、
これもちょっと審査するまで意外なことだったと思います。そうですか。漫画に関してはいかがですか？まあ、私もそんなにちゃんとよく知ってるわけじゃないんですけれども、まあ、ただこのメディア芸術祭 の、 審査に上がってくる作品に関してはもう全然日本の漫画がもう突出していますので、ただまあ海外にはいろんな漫画がありますので、そういう作品がもしメディア芸術祭に参加してくれることがもっともっといっぱい作品が上がってくるようになったらまた少し別だと思うんですけれども、ただやはり世界で一番の漫画の国で、いかに他の国でもかなり国策として漫画をもっとこう盛り上げていこうという国はたくさんあるんですけれども、それでもやはりもう50年以上日本の漫画を築き上げてきたこのテクニックともう層の厚さはものすごいものがあるので、なかなかこれはまだ優位は確かに模倣されるのが漫画なので、割とすぐにそこまで海外の人たちが来そうなんですけど、それでもやっぱりなんかこう日本独特のなんかストーリーを作る技術であるとか、その演出であるとか、その構図であるとかっていうのは何かこうちょっと伝統的なものが入ってるかなというふうに思いますので、まだまだ日本の漫画の優位は揺るがないと思います。そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあもう一つだけ最後の質問になりますけれども、これはエンターテインメント部門宛てですね。内山さん、はい、今回は広告の受賞作品がありませんでした。はい、はい、エンターテインメント分野にはさまざまなジャンルの作品があると思いますが、今回の審査を通じてエンターテインメント分野の今後の方向性をどのように感じられましたか？難しいですね。難しいですね。大きな質問です。広告の、まあ、受賞が少なかった、まあ、ないわけじゃないんですよ。アイアスパレード大賞を取ったアイアスパレードも、ウェブ作品でありますけど、基本的にウェブベースの広告ですし、それからその旅をスライドショーも、そういう意味ではショッピングサイトがありますけど、マーケティング、コミュニケーションの一環で作られている。ただ、まあ、伝統的な、要するにそのテレビ CM だったりとかっていうものがやはり取りにくくなっているっていうのは、まあ、理由はいくつかあって、先ほど僕が申し上げたように、やはりその表現という部分でいうと、やはりその新しさみたいなことをそのテレビ広告の世界で表現するのはなかなか難しいっていうことだったりとかすることなんですね。で、まあ、その時にも申し上げたんですが、この部門の抱えている、まあ、エンターテインメント部門の抱えているジレンマっていうのは、多岐にわたるやはりジャンルのものを一緒にやっぱり評価しなきゃいけないという部分があって、ただじゃあそれを分ければいいのかというと、僕は個人的には今の形式は結構いいなと思っていて、それは僕は広告の世界に軸足を置いているせいかもしれないんですけど、これも先ほど出たように結局広告もアートだったりとか、ゲームとかその漫画だったりとかテレビ番組だったりとかっていうコンテンツとすごくこう境界が緩くなってきてるんですよね。で、それは他のジャンルもそうなんです。で、僕は例えば広告屋として考えた時に、最近常々思うのはですね、じゃあ僕らが作ってる広告っていうのは、例えば、僕が NTT ドコモの広告を作っていて、でそのライバルは au の広告だったりソフトバンクの広告かっていうと、そうではなくて、それはテレビ番組だったりゲームだったり、結局だって人間消費者の人たちはそういうこと別に気にしないで見てるわけじゃないですか。何が面白いかってことを探し、つまりエンターテインメントを楽しみたいっていうのは、別にこれは漫画だからとかテレビ番組だからとか広告だからとかって区別してくれなくて、僕らの仕事は1日のその消費者の24時間を奪い合う仕事なんで、その奪い合う相手っていうのは結局音楽だったりゲームだったり漫画だったり、そこから結局奪い合わなきゃいけないんですね。ですからそのこうクロスされたジャンルの中で、やっぱり広告もエンターテインメントメディアアートとして評価されるためには、それやっぱりゲームとか、他のジャンルのコンテンツと戦ってね、これは面白い、やっぱり広告が面白いっていう風なものを僕たちは作っていかないといけないと思うんですね。ですから僕はエンターテインメントのこの領域っていうのは、今のこのなんかこうごったりの中で何が面白いか、一番面白いか評価するというのはすごくいいことだというふうに思っています。どうもありがとうございます。まだまだお伺い足りないところがたくさんあるんですが、そろそろお時間となってしまいましたので、
まずは第14回、本日お話し、していただいた内容、そういったものを実際にご覧いただけるのが、2月2日から2月13日までの間、国立新美術館で開催いたします第14回メディア芸術祭受賞作品展です。それではですね、最後にライブ配信を見ていただいている方々に一言ずついただきたいなと思うんですが、後藤さんからお願いいたします。そうですね、まあ、さっき内山委員がですね、やっぱり日本のそういうコンテンツはやっぱり最先端じゃなきゃいけないって話しましたね。私も非常にそう思います。私はこのちょうどメディア芸術祭の後にあれです、東京フロントラインってアートフェアというでやったりしてるんですけど、それもフロントラインというキーワードでやったのは、我々がやれるのはやっぱりフロントラインである最先端というなんとフィルターなんですね。結局我々が世界のいいものを選んでいくっていうふうな、それはもう例えばドイツの人でも中国の人でもどこでもいいと思うんですが、いわゆる分野もアニメーションであっても漫画であってもポップであっても構わないと思います。つまりそのクリエイティブっていうのはなんていう肉食系なんですよ、はっきり言って、はい、だからもうどんどんいろんなものをやっぱりなんて言いながら新しいそういう生命を生み出していくっていう作業です。ですからそのね、まあ、さっきも言いましたけど、そのスペクタクルの現場みたいなものが美術館の中に入ってるだけであって、おとなしい全中にはないんです。ですからやっぱり実感として味わってほしいし、それから次にコンテンツを作ろうという人ね、アニメーションでもいいと思いますし、工夫でもいいと思うんですけど、いわゆるアーチそこへ来てね、それを体感して帰るっていうのが一番面白いと思います。そういうふうな見方をしていただいたら嬉しいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。それでは内山さん、お願いします。はい、まず同様にやはり、こういうね、メディアアートの作品っていうのは、ネットで、いろいろ見られるようになったのは非常にいいことなんですけども、やはり現実にこう自分の手で触れて、自分の目で見るっていうことがすごく大事なことなんで、やはりぜひ六本木の方に足を運んでいただいてご覧いただきたいということが一つと、あとコミックとかね、アニメとか僕もすっごい大好きで、いまだにアニオタなんですけど50になって、みんなブルーレイとかですねコミックを買いましょういやこれすごく大事なことで、いや本当にそういうものはやっぱりね、こういうものも大事ですけど、そういう人たちがやっぱり文化を支えていくってことはすごくあって、で、実は漫画の方とか言いにくいでしょうから僕は言いますけどいや本当に僕ね、コンビニでね、漫画立ち読みしたやつが大嫌いで、買えとで、僕いつも自分で買ってるんですけど、大体買いに行くとこうずらっと並んでて、一回スピリッツから行った時に立ってるやつが邪魔でこう雑誌が取れなくて、で手伸ばして肩割ったらチッとか言いやがってでそこで僕思わず喧嘩になってて、ね、この貧乏人がとか言って、てめえがやってることは犯罪だぞみたいなね。で、まあ、その後隣の警察署に行ったことがあるんですけど、いや、でもね、やっぱりこう、実際に足音まで見なきゃいけないし、やはり、いい作品はやっぱりこう、手元に残すという気持ちを大事にしていただきたいと思います。力強いメッセージありがとうございます。それでは氷川さん、お願いします。そうですね。アニメーションの場合は、これ、メディア芸術祭というですね、その本当にメディアに依存している、一番のですね、しかも、テレビというですね、メディアに乗って発達していって、国民の皆さんにものすごい何百万という単位で親しまれてきたんですが、今年2011年はですね、その7月にアナログが停止して地上波デジタルに完全移行する、その時のテレビの在り方って多分それ以前以後で少し変わってくるということは、それの上に乗っかっているアニメーションというのもですね、非常に大きな激変期だというふうに思っています。で、それの前兆になるような作品がですね、特に2010年にはすごく揃ってたような気もしますので、それ決してその例えば商売的にすごく、ネガティブな話はよくされてるんですが、それだけじゃなくって、それを見据えた上で次どうすればいいかみたいな態度っていうかですね、そういったものが少し出始めてるんじゃないかと思います。で、特にその受賞作品プラスその推薦の作品をですね、合わせてみると、そういうマッピングみたいなものでなんかすごく締めるように選びましたし、それがさらに他のいろんなメディアとですね、一堂に会してその展示で見ることによって明日のアニメーションが分かるような、ものがきっと手に入るんじゃないかと思うので、ぜひ皆さん足を運んでいただければなと思っております。はい、ありがとうございます。そして斉藤さん。漫画部門は他の3部門と違いまして、
やっぱり漫画を読むということ以外には漫画を理解できないのがちょっと困りものなのですが、あの展示はあの原画であるとか、あのその作家さん の、あの、まあ、作品を作るにあたって何を参考にするかとか、道具であるとか、またはあの作者の方が実際に来ていただいてお話を伺うとかっていう、その作品の裏を知るということができるのが、あの、まあ、来ていただけるメリットかと思います。で、あの特にその原画はちょっと実際見ていただかないとわからないような、ものすごい労力がかかっているものが多いのですが、あの特にあの今回あの優秀賞になった孤高の人という作品 の、 あの坂本さんの作品などは、ものすごいあの印刷物で見ただけでもすごいんですけれども、多分原画もすごいだろうということが、とても私も原画を拝見するのは楽しみなので、あのまたその原画にあの例えばアシスタントに対する指示であるとか、あのいろいろなこう苦闘の跡が見えますので、そういうところもぜひあの見ていっていただきたいと思います。どうもありがとうございます。それでは最後に浜野教授、総括お願いいたします。あの本当に今日はどうもありがとうございました。参加の皆様もありがとうございました。まあ、最初始めた時に、実はメディア芸術って、まあ、名前ついてますが、全体を何で表現していいかよく分かんなくてね、まあ、1967年の報告か1997年の報告書で、座長であった滝川さんという方が、全体に共通していることはメディアを、ね、あの氷川さん言われたようにメディアを使っていることだから、まあ、メディア芸術って呼ぶのがいいんじゃないかっていう、まあ、滝川座長のご提案に、まあそうだねっていうことでやったんですが、その時にメディア芸術そのものがね、まだ馴染みがないから、部門は分かりやすい名前を付けたいって私の願いだったんですが、意に反してインタラクティブ部門とのインタラクティブ部門ってなっちゃって、分かりにくいじゃないかと思ってたんですが、まああのアカデミー賞も実はずっと部門が変わってるんですよ、ね、ですから時代と応じて私は変えた方がいいと思って今の4部門になってて、それだっていつまでするか分かんないんだけど、あの内山さんおっしゃったように緩やかに束ねて、国の賞ですからね、 CM の賞ってあるし、アートの賞もあるし、漫画の賞もあるし、個別の賞っていっぱいあるわけですよ、専門家のね。でも漫画が好きでもアニメーションに興味のない人でも、これは実はこの年の日本を代表して世界を代表する作品だって国民の人に提案できるね、展示会にしたいと思ったんですよ。だから本数をあまり増やさないで、まあ、残念ながら6本なんですが来て、それで、ね、後藤先生おっしゃったように越境してるんです今、幸いね。だからメディア芸術祭が実はいい枠になってて、緩やかにつながっててね、バチッとした専門の賞にはない、こうとんでもないこう今相乗効果が起こってますので、それと展示も非常に今力入れてやってらっしゃるんですね。ですからぜひ足を運んでいただくのと、あのシンポジウムも普段は出てくださらない人もこの賞を取るとね、出てきてくださるんですが、こんな顔してるのかっていうのが見えますから、ぜひ来ていただければと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、実はですね、まあ、ちょっとライブならではなんですが、最後に締めていたにも関わらいただいたにもかかわらずですね、ツイッターで質問が来ておりまして、これはどうしても紹介したいということですので、最後に簡単にちょっと質問に答えていただければと思うんですが、審査員に日本人が多いせいで日本が評価されやすいということではないんでしょうかという質問なんですが、どのようにお考えでしょう。これは最初に言ったんですが、国際賞にするか、ですからカンヌとかベネチア賞、ベネチアとか東京国際映画祭というのは国際賞なんですよね。アカデミー賞というのは国内賞で、それで私は今のところはね、アカデミー賞を目指した方が実はいいと思ってて、いやベネチアとかカンヌで賞を取った時の大騒ぎと、いや大騒ぎしないんですよね。アカデミー賞が送り人でアカデミー賞を取った時の大騒ぎ見ていたか分かるんですが、評価軸が非常にはっきりしてるんだよね、国内賞っていうのは。それで国際賞にするって審査員の先生が決めたら、
もう全部審査員も国際的に広げていかなきゃいけないんだけど、やはりこれは税金の賞なんでね、日本国民に対してのサービス、基本的にね、サービスというかにこうメリットがない限りですから、外国の方に賞を出す時でも大変だったんですから。税金で外国の人にトロフィーあげるのかっていうのを、それ意味付けで説明書書かなきゃいけないんだからね。まあ、でもあの税金であるかどうか別にしても、審査してて、例えばあの僕の部門だと、あのいわゆる洋芸って言って、あのゲームの分野でも海外で制作したゲームとかあるわけですよね。でも別にそれはそういう視点で見てないとか、単純にそれをいけてるかどうかっていうことで。いやだから、ね、あの審査員の先生はもう全くそれにあの触れ、あのそういうこと関係なしに評価していただいてるんですが、国際賞にすれば海外の人入れなきゃいけないんだけど、それは税金以外でやるべきだと私は思ってるんですね、趣旨としてね。まあちょっと長くなっていけないんでまあそういう建前、私はそう結構本質論ですね。まあでも最後に言っておくといいと思うんですけど、メディアリリースサイトというのは展覧会の形式としてはいろんな世界を本当に巡回しているわけですね。こんなにやってる展覧会ないんですよ、いわゆるあの現代アートとして考えて。だからその、なんていうかな、いわゆる日本人が審査員で日本ひいきするんじゃないかっていう話も、まあ、今の話であるかもしれないですけど、実際はいわゆるローカルとグローバルがセットになって、そういう判断でやられているアワードっていうのは、なかなか実際ありません、本当に。おまけにこう、いわゆる横断的に、結局、やってるわけで、一種格闘技的にもやってるわけですから、全然ひいきとかなんとか。ね、アニメーション部門でその奨励賞が今回外国の作家の作品になったのはですね、海外ウェルカムという意思表示も込めてることなので、で、まあ、まあそのうち審査員って、まあ、その例えば海外 の, あの方が審査員でやられるっていうのはもう時代の趨勢としてもうあのそれあっという間にあのそういう話もなんていうかあると思いますよ、まあ、それが、まあ、今までやってきたから自然の内容的にやってもいいんじゃないかっていう話は出てくる可能性あるじゃないですか。なるほど、ありがとうございます。あの実は、ま、いろいろとですね、ツイッターの方でもいろいろなあの投稿をいただきまして、あの、ま、ちょっといくつか紹介をあの最後になってしまったんですが、紹介させていただきます。アートはフロントラインの方、まあ、分かる方に評価されればいいんでしょうけれども、大衆文化のアニメ漫画は収益が大事なので、多くの人に支持されなければならないんじゃないかなというように、考えている方、また最先端って誰が決めるんでしょうか、世界にメディア芸術の最先端コミュニティ、まあ、ソサイエティですとも言い換えられますか、みたいなのがあって、それに認められれば最先端なのかななどとこうつぶやいてくださっている方もいらっしゃいました。はい、長い時間本当にあのどうもありがとうございました。本当にお名残惜しいんですけれども、このあたりで後半の部も、終了とさせていただきたいと思います。皆さん本当に今日はどうもありがとうございました。それでは大きな拍手でご視聴をお願いください。どうもありがとうございました。それではこれにて第14回文化庁メディア芸術祭記念イベント公開トークライブを終了とさせていただきます。皆様ご来場ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。